少し第三の解説をですね、まあ、これ、クリスタルありますよね。大体この人間の目に持ちやすいように全ての商品って大体基本的にはデザインされている。ところが、こういったグリップを持って、まあ、くるとかですね、意外とこういったことが、今までの岡山さんたちが言われたように、サクションという吸盤タイプのものとか、金属の高い質のものとか、なかなか難しかったんですね。で、今回はここに、まあ、日用品を代表するいろんな、商品のモデルを置いてますが、それぞれにちょっといろんな特徴がある。それらを、基本的にはその目と、それから当然それを頭ですね。どういうふうに理解するか。で、その上で、グリーンストーンさんの花の柄を使って、こういう勢いを使うので、花に置く。まあ、こういった一連の作業を、一つのソリューションで実現する。これは簡単だよ、簡単だよ。例えば、今の工業ロボットだと、それぞれに適した、例えばこの、グリッパーとかハンドなんですね。ツールチェンジャーで、交換しながら、こうやって、まあ、取り替えながら、作業が多いんですが、まあ、そうすると二重引いてもう無限に無数の数で一時やってないので、でそれを今回のウィルソンさんのハンドを使っていろんな重さ、いろんな形状のものを普通に人間の手が取れるかのが使えるように普通に何気なくやってしまうということをできないのそれを我々が議論してて、はい、だからちょっといいよねで今回です。本当に何気にやっている作業なんですけど、非常に多分ロボットに詳しい方が分かると思うんですけど、難しい作業です。これは場所を変えてもですね、このカメラにしっかり